まあ、ここは1000年前に稲作が伝わったと言われてて、うん、そういう1000年かけてこの里山文化を作ってきて、うん、そういう知恵が古老たちに残っているので、そういう人たちの知恵を僕は教わって、うん、そういう知恵を今都会の人にお伝えしているところですね。僕はこの村の、農家組合長っていう町内会会長みたいなのも4期目で、いろんな仕事を任されているので、地元の人にも信頼を得ているので、コンセプトとして1階が農作業の休憩所や物置で、で2階がデスクワークができるオフィスで、だからこう反応反映って言葉があるんですけど、能的な暮らしをしながら、もう一つ激しいの違う仕事をして、プロの農家にならなくてもいいから、みんながこうライフスタイルの中に小さな農を持つ、そういうライフスタイル、山里の伝統的なライフスタイルを少しでも共有すると、こういろんな気づきを得て、こう都会の人が変わっていくんですよ、で都会の人が変わるってことは、それでここも農地も守られたりすると同時に、ここが守られると同時に実は都会も変わってるんです、そこがやっぱこう都会と田舎をつなげるというのが、すごく僕は価値あることだ。It was kind of come as a challenge, how we could bring people from the city, experiment with completely different set of language and cultural climate as well as natural climate as well. Bring some young architects from London to see what's happening. So that's kind of a main motivation. Well, can we do something we cannot possibly do in the city?You might be more excited about lack of resource, so idea of incompleteness or imperfections or some odd mixture of new and old, which are quite exciting. Local communities have this traditional festival, so they chop the maple tree from the mountain and dragging down crazy festival for a couple of days.I think something I really respect about the community of Shirakura, they have this attitude. It's anyone, young people growing up, if you want to achieve something outside, they would help them. When you see the festival happening, the community start counting how many different nationalities, and it's actually quite international. You know, like over 60 different nationalities came in and out.Actually, statistically, one of the most international rural community which I visited.
山伏のその、重要な修行の一つに、滝行っていうのがあって、まあ、滝に打たれながら御名を唱えるみたいなものとか、あとは沢掛けっていうその沢をずっと登りながらその山の奥に入って、お百姓的というか、いろんなスキルを持ち合わせてるっていうライフスタイルがやっぱ地方はあって、自然環境も厳しかったりするから、仕事しながら別の仕事もしなきゃいけなかったりとか、冬の山形に入ってきたら一面真っ白で、音もないし色もないし、うわここはすごくいいと思って、あもう山形にした。
なるこう傍観者ではなくて、まあ、ここに来てもちろん楽しんでも欲しいし、だけどやっぱりその町の課題っていうのがあなたの課題でもあるんですよってことに気づいてもらえるのが一番いいかなと思います。こんなど田舎なのに、まあ、こんな建物があるとかすごい美味しいものがあるとか、まあ、あとすごい最新の技術で、この町のその課題を解決しようとしているとかっていうのがこの町にあると、もっともっとやっぱりなんか魅力的な町になるんじゃないかなっていうふうに思うので、そういった意味でのその都市と地域のこう交流っていうのがもっと深まるといいなと思って、今もういろんなことを画策しています。イタリアに行ったり、アラスカの川を下ったり、まあ、はたまた日本で四万十川でカヌーをレンタルするアルバイトをしたりと、川にすごい親しみがあり、かなりの時間そこで遊んできました。類が友を呼ぶっていう言葉が好きで、類が友を呼んだ仲間とであればすごい可能可能になるんですから、それこそ夢はたくさんあって、そういう人たちとつながれば、例えば電車って移動するだけの手段じゃないですか、ね、例えば淡路島全部一周線路で行ったらさ、すごい綺麗な地形を見れるさ、観光列車が走ってる。アーティストとしてアートというジャンルの展示もすごい好きなんだけど、それだけで満足できるので、やっぱり生きてる自分がアーティストとして生きてるっていうこと、生活の部分の中でフィール生活のフィールドをもっとこうクリエイティブに持つのかを良くしたい、楽しくしたい、みんなと楽しくしたい。この家のテーマが循環とか調和っていう意味で、こう巡り巡って、いつかどこかでっていうくらい壮大なものでいいと思うんですね。何かこういいものがお互いに巡り巡って、それを独り占めするのではなくて、分かち合ってみんなで分け合った時に、その真ん中に畑があるのではないのかなっていう、そんなイメージです。